皆さんこんにちは。5月17日日曜日、時刻は12時を回りました。 DJ のケチャップです。さあ、ということで三井不動産プレゼンツクレイジーアスリート、今週も元気にスタートしていきましょう。5月のクレイジーアスリートはですね、4週連続で週替わりでアスリートの方に登場していただいて、ライブ配信でオンライントーク皆さんにお届けできればと思っております。さあ、ということで前回の第1回目はですね、スポーツクライミング、日本代表世界選手権優勝を飾りました楢崎智亜選手に登場していただきました。ということで、その楢崎選手からバトンを受け取った今週のアスリートに登場していただきましょう。今週のアスリートはこの方です。三井不動産プレゼンツクレイジーアスリート、はい、ということで今週のアスリートをご紹介しましょう。東京オリンピックで新たな種目として正式採用されることになりました 3x3 バスケットボール日本代表、落合智也選手です。よろしくお願いします。お願いします。いいですね、落合選手。もう、いや、すいません、今ちょっとオープニングの入り方ミスっちゃって、今一気に湧き汗かきましたタイトル中にもういきなり自己紹介するから、もうスタッフ慌ててミュートしたっていうようなまさにライブ配信ですけれどもね、よろしくお願いします。お願いします。落合選手とはね、先ほどこのライブ配信する前にだいたい10時半ぐらいから一度ねご挨拶をさせていただいて、ということで12時から始まりますよっていうことなので、ね、だいたい10分前ぐらいには入ってくれるかなと思ったら全然繋がらないから、スタッフが慌て始めて、すいませんマネージャーさん、落合選手が入ってこないんですっていうねギリギリに入ってくるからびっくりしませんか。いや、最近ですね、カメラスタンドを買って、うん、ちょっと入電にですね、はい、配置をセッティングしてたら、うん、もうマネージャーから LINE 入ってたんで、もう慌てて入ったんですけど本当にもうなんかめちゃめちゃ迷惑かけてます最初から。それはあれでしょ、やっぱり自分が映る一番いい男に映る角度っていうのを確認してたんですよねそうですね、やっぱせっかくなんで一番かっこいいアングルをこうやってたら入る時間もギリギリになっちゃいました落合選手、今日は自宅からこのオンラインライブということでよろしいですか。そうですね、もうしっかりステイホームっていうことでこう家から送らせてもらってます、はい。で、自宅の中ではあれですか、やっぱりこのポジションは、僕昨日落合選手がインスタグラムのライブやられてるの見たんですけど、昨日の背景よりもちょっと今日は違うところを選ばれてませんかそうね、せっかくスポーツブースさんの番組なんで、うん、ちょっとおしゃれに見えるところです少しでもかっこよく見せる。やっぱりかっこよく、ソファーもちょっとレザーの、はい、ちょっとレザーの大人な感じを出そうかな、はい、いいですね。ちょっとこのラグジュアリー感とでもカジュアルなナイキの T シャツで、このリラックス感がとってもいい感じですけれどもね。ね、まあ新型コロナウイルスの影響で、まあ、先ほど落合選手もおっしゃいましたけども、ステイホームの期間が長くなっておりますけれども、落合選手の毎日、一体どんな毎日送られてますか？そうですね、まあ基本的にやっぱ家にいることが多くなっていて、うん、ただやっぱりトレーニングもしなくちゃいけないっていう状態もありますし、うん、まあ家でできるトレーニングと、あとは僕所属してるチームの自前の体育館というコートがあるので、はい、そこで他の選手とはできないんですけど、個別のワークアウトを2時間時間制限の中でやったりとかして、まあ、工夫して、あとは家にいたりとかしてステイホームを心がけてますね。なかなか公共の体育館などはまだクローズの状態なので、練習が行えてないという選手とも結構いらっしゃると思いますけども、そういう、まあ、自前のそういうコートがあるので、なんとか練習の環境のところは補えてるという感じですかね。
そうですね、本当に、まあ、他の選手ともよく話すんですけど、やっぱり体育館が使えなかったりとかジムが使えなかったりとか困ってる中で、まあ、僕はやっぱこの自前のコートがあることで恵まれてるなっていうのがあって、トレーニングとやっぱバスケットボールはできてますけど、でも試合が今中断していて、やっぱ試合が遠ざかってるのがやっぱちょっとそこは不安かなっていうのはありますよね。なるほどね。ゲーム感っていうところはね、やっぱりこれからこなしていかないといけないところかもしれませんけども、まあ今日は先ほどねマネージャーさんの言葉を借りれば、落合選手も今日は髪型がバッチリだということですけれども、はい、せっかくなんでこうやっぱりねかっこよくいきたいと思ってセットさせてもらいましたけど、いやだからこれ実際お会いしてないですけど、また会えば会うほど、でもあれ身長も195ぐらいあるんですよね。はい、身長195の体重が96キロあるんで結構でかいですね。いやだからめちゃめちゃ会えばねこの画面以上に魅力また伝わってくるかなと思いますけど、今日はそれぐらいの魅力にしてもらわないとね僕が霞んじゃうんで大丈夫ですか今日僕今日の2人キャラ被ってないですか、大丈夫ですか。いや、かぶってない。ねえ、いやいやいやね、ぜひ今日はですね、いろいろですね、落合選手のこれまで歩んできた競技人生、そして今だから話せること、そしてまあ来年に延期になりました東京2020大会に向けてのお話を詳しく伺っていきたいなと思っております。そして今日このライブでご覧いただいている皆さん、スポーツブルの公式 SNS の方でもですね、落合選手への質問まだまだ募集しております。ハッシュタグ教えてともや、教えてともや、こちらをつけてですね、どんどんと皆さん、SNS などでもこのオンラインライブの方を、ご参加いただければなと思っております。さあそれでは落合選手、もう今日はもう根掘り葉掘り伺っていきますからね、よろしくお願いしますね。はい、ぜひぜひお願いします。それでは参りましょう。まずのトークテーマはこちらです。さあということでね、 3x3 のバスケットボール、こちらについて伺っていければなと思っておりますけれども、落合選手は 3x3 の日本代表でもありますけれども、もともとというか今もそうですけど、バスケット5年生のバスケットの方でもプレーされてますよね。そうですね、もともと始めたのは5人制のバスケットボールを始めて、で大学までずっとやってきて、うん、で、まあ、1回こう、まあ、ストリートバスケットボールやるんですけど、まあ、それを経て、はい、今は5人制の B リーグ、今バスケットボール盛り上がってきてると思うんですけど、うん、B リーグの B2 の越谷アルファーズっていうチームに所属しながらこの3人制のバスケットボールやってます。そうですよね。でも、はい、この5人制のバスケット、B リーグがねスタートして、これ3シーズン目になるんですかね、3シーズンが終わったっていうことですかね。そうですね、3シーズン終わって次が4シーズン目です、ね、4シーズン目にねこの秋から入っていくっていうことですけども、 3x3 の方もかなり注目度が高くなってる、そんな感じ僕もしてるんですけど、いかがでしょう。いやもうこれは本当にありがたいことに、うん、まあ、年々ねこうお客さんたくさん来てくれますし、うん、はい、こうやってメディアの方にも取り上げてもらうことが増えたので、うん、やっぱ今こう日本のバスケットボールっていうブームがちょっと来てるんじゃないかなっていうのは個人的に思ってますね。ビジネスになんかドラスティックなイメージがある堀江さん、堀江貴文さん、堀江門さんもなんか先日のニュースでは 3x3 のチームを持つっていうような、そんなニュースも流れてましたよね。いやなんで僕もびっくりしたんですけど、堀江さんが参入したことによって、うん、またこう新しい刺激っていうか、うん、やっぱあんなお方がこうチームを持って参戦してくれることによって、うん、また全然バスケットボールに興味ない人が見に来てくれると思うんで、うん、あれは非常に楽しみですよね、うん、という部分で言うと 3x3 は本当にもう結構身近な距離感でも楽しんでいただけるし、僕個人的になんですけど、僕駒沢公園の近くに住んでるんですけど、駒沢公園なんてすごい階段のところ分かります？ 3x3 みんな自由にフリースタイルで楽しんでるじゃないですか。はい、僕も駒沢でプレーしたことありますけど、うん、あれですよね、壁にこうリングがくっついてて、はいはい、もうあそことか特にね、いろんな人がプレーしてますし、それこそ日本人だけじゃなくて、うん、外国籍の方とかもプレーして、うん、本当ボール一つあればいろんなコミュニケーションツールになるなっていうのは感じますね。
ね、ということで事前にね質問いただいている中にも多かったのは、改めて 3x3 のルールについて詳しく教えてほしいっていう話があったんですけども、落合選手の方から今一度 3x3 のルールについてご説明いただいてもいいですか。はい、まずですね、はい、皆さん5人制の体育館でやるバスケットボールはご存知だと思うんですけど、うん、それってリングが2つあるじゃないですか。はい、で、自分のリングを守ったらボールを取ったら向こうのリングに攻守を切り替えてオフェンスをするっていうのがセオリーだと思うんですけど、はい、3x3 はリングが1つしかないんですよ、まず。うん、なので単純に、まあ、あのコートを真っ二つにしてちょっと小さくしたスポーツですね。はい、でじゃあどうやって攻守が切り替わるのかっていうと、スリーポイントラインがある中で、うん、はい、そこを1回スリーポイントラインを超えたら攻守切り替えなんですね。うん、なのでもう完全にこうスポーツとしても違いますし、うん、一つのリングに向かってシュートを打ち合うので、うん、必然的にシュートの回数が増えてスピーディーな攻防になるっていうのがまず大きく違って、うん、はい、あと試合時間ですね、はい、5人制のバスケットボールはトータルで40分、10分4本1クォーター、2クォーター、3クォーター、4クォーターって分かれてるんですけど、はい、3x3 は10分1本なんですよ。うん、で10分1本の中で21点先に取ったチームはノックアウト勝利なんで、21点取った瞬間にもう試合が終了するんですよ。だから10分を待たずに21点を先に取った方が勝利だったりっていうことですよね。そうです、そうです。でこれって、うん、あの国内リーグとかでも7割ぐらいノックアウトする試合があったんですよ。そんな多いんですか。はい、なんで10分間試合することって少ないんですね、逆に。で得点はあれなんですよね、あの普通の5人制バスケットとはちょっと違うカウント方法ですよね。そうですね、5人制でいういわゆるスリーポイントラインの外から打ったらスリーポイント、その内側は全部2点だと思うんですけど、はい、3x3 はそのスリーポイントが2点なんですね。うん、でそれ以外が全部1点なんですよ。はい、なので単純に倍率でいくと 3x3 は2倍の効力があるんですよ、外角のシュートが。うん、うん、2点がこうたくさん入ったりとかすると結構これね、バスケってまぐれ起きづらいんですけど、はい、3x3 に関しては外のシュートがポンポン入ると、おう、もう倍率が得点の効率も違うんで、はい、結構弱いチームが強いチームを倒したりすることがあるんですよね。なるほど。じゃあちょっともう下克上的な番狂わせがいっぱいあるっていうのは 3x の魅力だったりする。魅力ですね。国内も世界大会もそうですし、こう、うん、最優勝候補みたいなチームはよく負けたりとかも見れますしね。うん、なるほどね。でもそれだけじゃ10分かからずにどちらかのチームが21ポイント取るっていうのは結構スピーディーな試合展開だという、そういうイメージですよね。いや、そうなんですよ。で、5人制だと24秒以内に攻撃をしないといけないんですけど、うん、はい、3人制の 3x3 はその半分の12秒なんですね。ほう、ということは12秒以内に攻撃しないといけないってなると、もうシュートがボン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 打ち合って、なおかつ半分のコートなんで、さっき言った通りその攻防の切り替えが早くなるんで、もうお客さんが目を離せないって思えるぐらいのスポーツです。なるほどね。で、まあ、僕友達とだったりするんですけど、サッカーもそしてフットサルもやったことあるんですよね。はい、で、そういう立場からするとね、まあ、ちょっと種目違いますけど、サッカーは広いから、フットサルはコート狭いから結構楽かなって思ったりするんですけど、逆に言うとフットサルの方が狭いコートでボールが早く動くから、かなりタフな、ね、体力的にタフなプレーをしなきゃなんないんですけれども、やっぱり 3x3 もそうですか。はい、5人制と違って結構体力的にタフですか。いや、本当におっしゃる通りで、サッカーとフットサルぐらいこう違うっていうか、うん、違いの感じが似てるっていうか、はい、3x3 は、うん、3人コートに立って3対3じゃないですか。うん、控えが1人しかいないんですよ。おう、なので1人ずつしか変われないですし、はい、でなおかつ、うん、コーチと監督がいないんですよ。あ、なるほど。例えばいたとしても観客席から見てて、おう、指示を出したら反則になっちゃうんですよ。だからこれテニスのコーチとかと一緒で、おう、
だ選手たちで戦術も考えたり、うん、タイムアウトって休憩を取ったりするのも選手たちですし、うん、交代のタイミングも選手で考えなくちゃいけないので、だただ体がきついだけじゃなくて頭も使うんで。なるほどね。じゃあこれ、まあ、5人制も結構チームワーク大事ですけど、3人制の方がこの瞬時のね、コミュニケーションを取って選手の入れ替えだったりっていう部分のね、機敏さも必要になってきますよね。そうなんですよ。で、やっぱりそれが面白くて、リーダーシップ取れない選手とかはちょっと向いてないかもしれないですね。はあ。こうやってモジモジしてるような子とかは。その後に及んでこれはないと思うけど。なるほどね。いや、はい、でも東京オリンピック、東京大会からね、オリンピックの正式種目になりました。日本では盛り上がってきてるとはいえ、まだまだこれから発展していく、まだまだ可能性のあるスポーツの一つだと思うんですけど、そういう部分でいうと世界での盛り上がりっていうのはこれ日本以上に大きなものがあったりするんでしょうね。そうですね、まあ、世界昨シーズンもいろんな大会に参加しましたけど、はい、まあ、でも日本の盛り上がりは結構世界でも上の方かなというのは個人的に感じてますけど、うん、ヨーロッパだったらフランスもそうですし、うん、まあ、それこそセルビアとかも盛り上がってて、はい、場所がすごいですよ。もういろんなところでできるコンパクトスポーツなので、うん、なんかもう教会の前とかでやったりとか、うん、ま、街のショッピングモール、大きいショッピングモールの1階でやったりとかするんで、いやー楽しそう。そうなんですよ。でお客さんがバーって見に来て、で、うん、DJ が音楽をかけて MC がこう、はい、お客さんを煽るんで、お、海外とかだとすごいこう踊りながらこう見ながらとかもしてますし、お酒飲みながら見たりとか、飲みながら、ああ、そうそうそう、いいですね。なんかイメージ的に 3x3 はやっぱりバスケット大国のアメリカが強いかなっていうイメージがあるんですけど、どうですか世界的に強豪国というのは。アメリカもようやく最近力を入れてきたんで、うん、アメリカ代表に元 NBA 選手とかが入ってきたりとかしてるんですけど、うん、それでもやっぱりヨーロッパが今中心ですね。逆にアメリカは5人制の方に力を入れて、3人制 3X の方にあまりそれほど力が入っていなかった。そうです。ただここ何年かで力を入れてきてるので、アメリカもやっぱりもともとの地があるんで強くはなってますけど、なるほど。ヨーロッパだとやっぱセルビアとかスロベニアとか、まあ、あの辺の国が距離が近いから大会がたくさん行われるんですね。おー、だからそういった意味で大陸がつながってるので、まあ、いろんな大会でスキルアップしてるかなっていうイメージですね。なるほど。僕もね、一度六本木ヒルズかなんかのね、試合を見させていただいたことあるんですけど、ちょっとどんな風なコート、会場の雰囲気なのか、落合選手に写真を用意していただいたので、そちらを見てみたいと思います。はい、まずこちら、うわー、すごいな、これ。これは何ですか、漢字が書いてあるんですけど、これは中国かどっかのアジアの大会ですか。そうですね、中国のフワイアンってとこですね。ほう、フワイアン。ほう、相当な山奥でしょうね。これ中国何千年の歴史みたいな感じになってます、ね、いやこれでもめちゃくちゃ面白いですね。だからコートで言うとバスケットボールの半面ぐらいでできるので、かなりコンパクトなスペースで楽しめるから、はい、日本の例えばね、これからもっともっと日本だけじゃなくて世界的にも盛り上がりを見せると、例えばお城のスペースとかでやる大会とか、そういうこともできたら観光と誘致一緒にできるっていう、そういう可能性もないですかね。いやー、そうなんですよ。まさに僕チェコを去年試合した時はお城の前とかでやりましたからね。へえ。で、この山のコートなんですけど、はい、これ東京でいう、まあ、奥多摩みたいな感じなんですね。ほう。もう本当に空港からもすごい離れてて、うん、でお客さん来るのかなと思って不安だったんですけど、うん、実はこれ隣でラフティングやってるんですよ。川の下りラフティングで併設されてる施設のなんかスペースでやったんで、うん、お客さんがラフティングの客しかいなかったです。いや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 でもそうやって
スポーツ同じね、違う種目でも同じスポーツという観点で言うと、その日のうちに 1箇所で、ね、マルチなスポーツが楽しめるっていうのはとってもいいきっかけじゃないですか。いや、そうなんですよ、まあ、そういった意味ではラフティングのお客さんとか絶対バスケそんな興味ないで来てるじゃないですか、うん、でも待ち時間とかにこう見てるんですね、うん、だってそこの、あ、それでバスケ面白いなと思ってもらえたらすごいいいなと思ってましたけど、うん、まあ、こんな山奥なんでね、 Wi-Fi も全然繋がんなかったでしょ。いやいや、そこはいいじゃん、 Wi-Fi よりも楽しんでもらう方が。まあまあまあ、そうですね。なるほどね。じゃあやっぱりスペース的な部分だったり、試合のスピーディーさだったり、それから多くの人が、人数がね必要っていうよりは、結構コンパクトに大会が行われたりっていう部分では、この 3x3 の可能性ってなんかちょっと面白いなっていうふうに感じてますよ。なんでいろんなメジャースポーツと違って、うん、まあ、予算もそこまでかけずに大会を開催できますし、はい、基本的に観戦無料なんですよ。はい、なんでさっき言ったショッピングモールとかの買い物ついでに見に来たりとか、うん、フラット見に来て、で僕実際にプレイしてる中で、うん、全然バスケ知らないですけど面白かったですとかかっこよかったですとか声かけてもらうことすごい嬉しくて、わー、初見の人にこうアピールできるっていうのはこのスポーツの強みかなと思いますね。なるほどね、はい、いや、そして、まあ、やっぱバスケットってみんなやったことあるじゃないですか、体育の授業とかでも。そうなんですよ、体育でやってきて、なおかつミニバスとか中学校でやってきてる人すごい多いんですね、うんうん、本当野球と同じぐらいとかサッカーと同じぐらいいるのに、やっぱ今までなんでこんな盛り下がるんだろうなと思ってたんで、絶対これはチャンスあると思うんですよね。そうですよね、気軽に、もちろんね、プロの人みたいにうまくはいかないかもしれないですけど、友達同士でちょっとスリックスやらないっていうような気軽にできるきっかけっていうのは、これからいっぱいね身近に感じられそうな、そんな気がしますよ。そうなんですよ、でこれ、うん、学校で今まで10人いないとできなかったことが6人いればできるんで。そうですね、部活で10人集まんなくてもできるんで、これは本当にこのスポーツをメジャーにできるチャンスかなと思いますよね。なるほどね、そのためにも落合選手が頑張って、そしてこうやってね、いろんなメディアに登場していただくことによって競技がね身近に感じていただけると思うんですけど、今回ねめちゃめちゃ質問来てるんですよ。ちょっと競技について、いや本当に競技についての質問をちょっと、はい、なんかいくつかぶつけていっていいですか。もう全然お願いします。じゃあこちらの質問からいきますね。これもね、はい、プレーに関する結構真面目に知りたいから。同点で試合終了5秒前ラストに仕掛けたいプレーは何ですか。同点でラストに仕掛けたいプレー、試合を5秒前に、5秒前ですか、これガチでやってる人やなこれ。例えば 3x3 で言うと、うん、何対何で同点かっていうシチュエーションによるんですよ。なるほど。例えば19-19だったら、うん、2ポイント1本バンって決めたらもう試合ノックアウトなんですよ。なるほど。5秒前とはいえ、うん、でも、20-20だったら1点でもいいですし、で1点を警戒されてきたら2点を打って22-20でもいいわけですよ。いやなんか今の話なんか聞いててもやっぱりさっきも言ってたけど、試合感っていうの、はい、そういうの大事ですよね。大事ですね、感覚よね、そういうのは。はい、やっぱ試合でしか養えないので、これは。なるほどね。じゃあもうこれ、ゆかみとうさんなんでしょうか、この質問くれた方、これはいっぱいゲームこなすしかないですよね、はいはい、そうですね。ただ僕が言えるのは、僕ほんと目立ちたがり屋なんで、うん、絶対5秒になったら僕が1対1して絶対攻めてやるっつって。いや、でもそれぐらいの時間のこうタイトさだったり、あとスペースのタイトさだったりってあるので、それぐらい強気じゃないと 3x で勝てなかったりするんじゃないですか。そうなんですよ、しかも、先ほども言いましたけど、コーチがいないので、やっぱ自分で打開していくとか、うん、自分で考えてこうやっていくことが必要なんですね。うん、やっぱ今日本人に足りない部分っていうのは、こう自分で最後のフィニッシュを決めてやるとか、そういうメンタリティって結構足りないなと思ってるところもあるんで、僕はまあそこは強く言って、外したら自分の責任だし、決めたら
自分が勝利に導いたってぐらいのメンタルでいつも大事なシュートは打ちたいなと思ってます。いやー、説明もうまいし、なんかもう話ずっと聞いてたら顔の表情とアンジャッシュの渡部さんに見えてきた。言われないよく言われます。言われないですよ。なんか妙な説得力ある、すごいな、バスケ界のアンジャッシュ渡部健。すごいな。あ、なるほど。もう一個質問いいですか。はい、ね、これはプレイじゃないな、ぶっちゃけモテますか。あ、そういう、あ、聞こう、ここはモテますね。おい。すいません、モテます、気をつけな、気をつけな、取られるよ。そうですね、幅広いですよ、本当に。おじいちゃん、おばあちゃんからちっちゃい子までも。なるほど。でもね、今日ご覧になっているファンの皆さん、周りにもしかしたら女性いるんじゃないですか、その部屋に。いやいや、いませんよ、本当に。僕だって結婚もしてませんし、独身ですからね。全然ファンになってもらって構わないんで。本当ですか。ケチャップさんはちょっとあれですけど。なんでやねん。大体のファンも覚えるんですよ。あとまだたくさん来てるんですけど、どんどん行っちゃっていいですか。食事内容、はい、メニューなどどのくらい気をつけていますかっていうふうにありますけど、これどうなんでしょう。僕もちょっと気になるのは、5人制のバスケットと3人制 3X では、まあ、使う筋肉だったりとかね、その持久力だったり瞬発力だったりという部分のまた違いも出てくると思うんですけど、そういう時はどういうふうにバランス取られてますか。まあ、5人制と確かに3人制で体の作り方全然違うんですけど、うん、やっぱり3人制だと当たり合いが激しいんですよ。はい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 。ある程度やっぱり体もがっしりしてないと当たり負けしちゃうので、うん、5人制でプレーするときよりも体重を増やしてるイメージではあるんですね。なるほど。で、そんな中で僕、まあ、先ほど言いましたけど独身で自炊もしないんですよ。お、常に外食。いや、そこがですね、今栄養士さんにサポートしてもらって、うん、なので栄養士の方に家に来てもらって料理とか作ってもらってるんですけど、まあ、今はちょっとこういう状況なので感染予防に努めながら、こう玄関で受け渡し、料理だけもらって冷蔵庫にタッパーを入れてってみたいのを食事の管理をしてますね。やっぱり食事の部分もしっかりケアしないとアスリートとして強い体になれないですよね。そうですね。ですし、強くなるのもそうなんですけど、やっぱり怪我予防ですね。これはかなり食事が鍵になってくるかなと思うので、僕過去に右膝の前十字靭帯断裂したことがあるんですね。うん。だ、そういう大きな怪我も負ったきっかけに栄養も見直そうと思って、今まで好きなものばっか食べてたんですけど、やっぱりいろんな野菜だったりフルーツだったり、タンパク質のバランス、カロリーとかも計算してやっていこうっていうのが今ですね。なるほど。ね、なのでご覧になっているね、はい、中高生バスケットボール楽しまれてるね、皆さんも栄養はしっかりとってね、プレーを楽しんでもらいたいなと思います。さあ、ちょっとで、ね、次のトークテーマも用意してるので、そちらに行ってみましょう。次はこちらのテーマです。はい、ということで 3X3 のパイオニア落合智也ということで、このあたりを深く伺っていこうかなと思います。いや、僕いろいろなスポーツね、特に野球とかサッカー、メジャースポーツ、まあもう今バスケットもメジャースポーツになってきましたけれども、その中でね、競技がこう盛り上がっていくにはパイオニア的存在が必要だな、不可欠だなっていうのはすごい感じますよ。やっぱサッカーでも J リーグカズさんがカズダンスやったじゃないですか。やっぱりああいうことでみんながこうぐーっとなんか引き込まれていくものってあると思いますけども、やっぱご自身は 3X3 の中で自分がやっぱ前に立つことによってこの競技がメジャーになっていく、そのためにやらなきゃならないっていう使命感っていうのは感じてますか。もうもちろん感じまくってますね、うん、やっぱそこに関しては 3X3 をまず自分が一番やってきたっていうのも自負できますし、はい、やっぱ誰よりも 3X3 を好きだっていう自信もありますしね、うん、これはやっぱ自分がこう先頭立ってパフォーマンスもそうですけど、うん、試合で結果残すのもそうですけど、まあ、こういう風にメディアに取り上げてもらった時に 3X3 っていうのはどういうものかっていうのを説明する責任はあるなっていうのを思ってますね。
なるほどね。でも、はい、まあ、いろいろなお話伺ってきましたけども、これまでここまでね、日本代表にまで来られましたけども、そしてオリンピックの種目になりましたけども、はい、そんな平坦な道ではなかったでしょう、ここまで来るまで。いやー、これがですね、本当に僕エリートコースでここまで来たわけじゃないので、はい、いろんなことがありましたね。先ほどね、膝の前十字靭帯もっていうお話もありましたけども、怪我もあったり苦労された部分っていうのをお話ちょっと聞かせていただいていいですか？はい、まあそうですね、まあ、小学校でずっとバスケットボール、まあ、9歳からバスケットボール始めて、まあ、大学まで高校も推薦で強豪校行って、大学も強豪校に推薦で入ったんですね。で、まあ、大学ではインカレ準優勝だったり、アンダー24の代表候補に入ったりと、まあ、そこまではこういわゆるバスケエリートみたいな道に進んできたんですけど、大学卒業時にこうバスケをやめたんですよ。っていうのは、それはなぜ？まあ、その当時、まあ、今みたいに B リーグがこう盛り上がってもなかったですし、こう、なんですかね、その先のバスケの魅力を感じれなかったっていうのもあったし、やっぱそれまでどこか部活でやらされてきたっていう気持ちが強かったんですよ。やっぱ締め付けられてたっていうか、こうバスケずっとやらされてきて、このままバスケだけでいいのかなとか、バスケやっぱもういいやと好きなのかなっていう気持ちになっちゃったっていうのはありますよね。なるほど。でもバスケをやめられてっていうか、バスケを少しだけ離れてた期間あったんですよね。バスケ、まあそうですね、それでやめるって、第一線でやめるってなった時に、はい、今 B リーグの茨城ロボッツっていうチームにいる、あの間際選手っていう、まあ、キャプテンの選手なんですけど、はい、その彼がプロになる前ストリートでやってて、うん、その彼がじゃあお前やめるんだったらストリートでやらないかっていうことで、うん、その当時のストリートボールチーム、アンダードックっていうチームに入ることになって、ストリートバスケを始めたんですね。え、ということで、これ今の写真お借りしたやつを皆さんにご覧いただいておりますけど、この写真はこれ日本じゃないですね。これはそうですね、ニューヨークですね。ニューヨークで、で、これはじゃあそのバスケを、競技バスケを離れてストリートで始めた頃、ニューヨークでプレーされた、そんな一枚ですか？そうですね。で、あのストリートでプレーした時は、うん、今でいう 3x3 だけじゃなくて、はい、いろんなこともストリートで、それこそ5対5もやりましたし、1対1とかいろんなイベントがあるんですよ。はい。それの中の一つのニューヨークの大会で、これ日本予選優勝して世界大会に出て、世界大会優勝したんですよ、このニューヨークで。へー。なんかあのこの写真を見てて思うんですけど、今でこそバスケットボール 3X も含めてですけれども、はい、この距離感になってきたっていう感覚はあるんですけど、もうほらそれはもう10年前とか、まだ日本はこの距離感ではなかったですもんね、競技自体が。そうですね、もう全然それこそ身内でやってるような感覚でしたからね。ストリートがこう表に出ることがあるのかなっていうやっぱ不安はありましたよね。なるほどね。で、ちょっと写真お借りしたのがあるんですけども、バスケットから少し離れていたモデルとかアルバイトをされてた時の写真もお借りしております。ご覧ください。はい。もうこれどれですか？一番右？あ、はい、一番右ですね。で、それが言ってた、さっき一番左の彼が間際選手っていう彼で、はい、彼の誘いでストリートに入った時に、彼も一緒に同じあのスペイン料理屋でバイトしてた時です。いやだからだって落合選手195センチあるのに、落合選手の身長の高さが目立ってない、このスリーショットの写真。スペイン料理屋さん、どれだけみんな長身長身のスタッフが揃ってたんやっていう。だから結構お客さんめっちゃびっくりするね、これ。お客さんめちゃめちゃびっくりしました。この店何って言ってましたからね。でしょうね。なるほどね、はい、あとはもう一個写真ありますね。ご覧ください、どうぞ。あ、これはもうないですか？はい。ね。でもこの写真もありますけど、この時期っていうのは、じゃあ将来に対してどんな感じだったんですかね。不安な部分もありました？まあ不安なのはありましたけど、うん、そのやっぱアルバイトで生計を立てながら、でその当時大学卒業時にモデルをちょっとやりたいっていう
新たな夢っていうか。なんか顔がにやけてる。ちょっといじられるかなと思って。それでちょっと挑戦してるのもあったんですけど。出た、これヴィトンのモデルこれ。いや、ヴィトンのモデルとかじゃないんですけど、これはまあイベントで行った写真とかですね。そういった時に、そうですね、こう、でもモデルで食べれないんですよ。いやー、でもめちゃめちゃかっこええやんか。なんか、もう応援するのやめようかなって。いや、でもマジで、お顔も小さいですよね。顔は小さいです。ねえ。はい、羨ましいなぁ。なるほどね。なんか聞くところによると、お姉さんもモデルやられてるんですよね。そうなんですよ。だからモデルやりたいきっかけが姉だったんですよ。ちょっとお姉さんの写真見せてもらっていいですか？今これお借りしてるらしいんで、ちょっとスタッフお願いします。いや、もうびっかわいいなぁ。姉がそうですね、こうモデルやってたので、はい、モデルの世界がこう身近っていうか、はい、それこそ 家に姉ちゃんが連れてきたモデルの友達とかめちゃめちゃ美人で、うわ可愛いなと思ってましたし、そうと思って、俺もモデルになってみたいっていう気持ちでしたからね。この写真、いつ頃の写真ですか？これは結構前で、まあ、僕、そうですね、5、6年前ですかね。はい、でもあれですね、ご飯食べる量がすごいですね。やっぱり沖田選手の山盛りのご飯入ってるわ。そうなんですよ、大体ビュッフェ選ぶっていうね。なるほど。で、はい、ちょっとこれ質問またちょっとご紹介したいんですけど、これゆゆさんかな、ゆゆ14さんかな、今狙っているスニーカーはっていう質問来てるんですけど、はい、すごいスニーカーマニアなんですって？いやー、もうスニーカーは本当に大好きで、もうそれこそ家とは別にスニーカー用に倉庫を借りてるぐらいですかね。やったものすごい、これ本物や。ちょっと写真お借りしてるんですかね。ちょっと見せていただきましょうか。はあ、これはでも自分の中でよりすぐった写真。大体今写ってるのがこれ10足ぐらいですけど、何足ぐらい持ってるんですか、倉庫借りてるぐらいだったら。今は外で履くのとバスケで履くのも合わせると400ぐらいはありますね。すごいね。今これね、赤の10番のねシューズを持っていただいてますけど、はい、なんかちょっと説明して、これはどんなスニーカーなんですか？それはジョーダン6、ジョーダンブランドありますよね、マイケル・ジョーダン、はいはいはい、とスラムダンクのコラボですね。ほー、これ結構何年か前に出たやつで、まあ、結構激レアですぐ完売で手に入れられないようなモデルなんですけど。これはどうなんですか、自分でちゃんと買ってるんですか？これは、ぶっちゃけもらいました、このスラムダンク。あれなんですよ、僕、普通に並んで買ったりとかしてますからね。いや、でもこれは、この靴は？この靴、スラムダンクのやつですか？はい。はもらいました、すいません。ちょっと僕、並んで買ってるところを紹介してくださいよ。いやー、もうなんかこのこだわりのもの聞いてたら、はい、ほんまに渡部さんやわ。バスケットボール界だ。なるほどね。いやいやいや、でもこれぐらいスニーカーに凝ってて、だからあれなんでしょ、もう捨てれないでしょ。捨てれないですね。で、やっぱりこんだけ持ってると、うん、大きい後輩とかがくださいよみたいないうやつがいるんですよ。うん、そういうやつがやっぱあげたりとか、こう自分が履いたやつとかあげたりとかしますけど、でも捨てれないですね。思い入れがあったら、あれこれあんまり試合ばっかり履いてたらボロボロになっちゃったら、これもったいないなとか思っちゃったりしないですか？いや、ありますあります。なんでこうこまめに履き替えますし、しかもこれめ
めっちゃいいなと思ったら鑑賞用と白用で買いますからね。本物本物。ねえ、プレーに集中するためにね、ちゃんと使い分けんとね。そうなんですよ、そうなんですよ。いやということでね、ちょっとね、今もう時間がもうあっという間に40分。いや、もうそんな話しました。ああ、いやーなんですけど、ちょっとバスケットボールもご用意いただいてるということなので、はい、はいはいはい。やっぱあれですか、家でもこうバスケットボールでこうリラックスして触って遊んだりとかしちゃうタイプですか？しちゃうタイプですね。部屋にこうやってボールありますし、こうやってやりながらとか、テレビ見ちゃうときありますし。改めて言うと、5人制のバスケットボールと 3X、3人制のバスケットボールってちょっと違うんですよね。そうなんですよ。これ、世界大会とかでも公式級になってるんですけど、はい、重さは一緒なんですね。はい。でも形が 3X3 は一回り小さいんですよ。ほう。なんで、こう扱いやすいというか、こう掴めますし、うん、グリップ力も高いんで、これ、うん、5人制のバスケットボールってレザーなんですけど、これちょっとゴムっていうか、こう、触りやすいっていうか、グリップ力が強い感じなんですよ。指にかかるというか。なるほど。ちょっとこっちから見てても、ちょっとこうなんか、ちょっとブツブツがあるような、ドッジボールのような、そんな感じですよね。そうです、そうです。モコモコしてるんで、指にすごいかかりやすいんですね。うん、なるほど。でも重さは一緒っていうことは、若干の違和感はありますよね、最初は。いやー、これボールが変わるのがやっぱ一番苦労しますね。あー、だそこは苦労しましたけど、慣れちゃえば、うん、こっちの方が小さいんで、うん、やっぱドリブルとかパスもしやすいですし、うん、一回り小さい分シュートも結構入りやすいんじゃないかなと思いますよね。なるほどね。なんかちょっとそこでくるぴゅっと見せれるようなものはあります？はい、まず、うん、結構自分がやるのは、うん、まあ、これちびっことかも見ててくれたらや真似してほしいんですけど、はい、まあ、これソファーとか何でもいいんですけど、よくちっちゃい時からこうやってやる、うん、これ地味なんですけど、これ結構大事なんですよ、シュート意識するのに。僕も野球やってたんですけど、はい、上に投げて下にまっすぐ落とすのって結構難しいんですよね。そうなんですよ。だから最初難しかったら、うん、片手をこう支えてやってもいいですけど、まっすぐ飛ばすっていう練習はこれ意外に大事なんですね。なるほど。で、慣れてきたら片手でコントロール、これかなりいいと思いますね。おー、はい、これ僕暇な時とかこうやってますし、ボールの感覚を忘れないためにやりますし、うん、自宅でやるんだったらあれですよね、 3X のボールで、5人制バスケやってる人も 3X のボールだと、まあ、小さいしキャッチもしやすいから、始めるには 3X のボールから今のトレーニングなんかやってもいいかもしれないですよね。いやー、多分最高だと思いますよ、これに関しては、うん、で、ね、普通にこういう風にテレビ見ながらハンドリングとかすごーい、やってくれれば指先の感覚が、今うちスタッフ用意してくれてるんですけど、はい、そんなことされた後俺触る気ないです。いやいやいや、もうそんなやめましょう。もういい、もう次のテーマいきましょう、はい、次のトークテーマこちらです。はい、あれ、はい、ということで教えてともや質問コーナーということで、いやね、事前にもね、はい、結構来てるんですけど、今、はい、あれですね、リアルタイムでも結構来てますね、ハッシュタグ、教えてともや、これは何です、 AGMJD、 読めないし、この名前。自分をスラムダンクのキャラで例えるなら誰ですかっていう質問来てます。スラムダンクのキャラか、そうっすね。それでいくと、うん、まあ、僕 NBA 選手でデニス・ロッドマンがすごい好きなんですよ。で、デニス・ロッドマンのモデルって噂とされてるのが桜木花道なんですね。もう髪の色からもね。そうそう、うん、だから桜木かな、やっぱそこの部分はすごい似てるかなと思います。なるほどね、はい、でもやっぱりそういうのって意識もしますよね、もちろん。します、します。
特にスラムダンクとかもそうですし。髪型はじゃあちょっと奇抜な色にしようとはそれは思わない？奇抜な色にしちゃうとちょっとモテなくなりそうなんで。いや大事、やっぱモテるっていうモチベーション、はい、一番ね大事ですよね、頑張るには。いや、やっぱ一番ですから、やっぱモテたくてやってますから。そう、モテたいって思わなくなった時はもうね、ちょっと寂しい人生になっちゃうから、モテたいと思ってみんな頑張ってほしいですけども。行きましょうか。ね、熊谷祐介さん、バスケ以外で好きなスポーツ、よくか、見るスポーツありますかって。よく見るスポーツ、まあ結構テレビで見るんですけど、はい、直近で行くと僕野球見に行ったんですよ去年。おお。あのヤクルトの試合なんですけど、はい、それ見に行った時はあの野球ちっちゃい時に巨人軍の試合を見に行ったりとかして、うん、結構野球が好きだったんですよ。はあ。でも最近改めて見てやっぱ野球面白いなと思って、あの一球一球の呼び合い、駆け引きもそうですけど、あそこに全てをかけてるこう野球選手にこう改めてリスペクトできたなっていう瞬間でしたね。なるほど。僕もいろいろなスポーツの現場で MC、DJ やらせてもらってるんですけど、はい、あのフェンシングの方でもね、大会で DJ やってるんですよ。で、はいはいはい、この間見たら、あのフェンシング日本代表の藤野大輝君とも仲良くて、はい、そうなんですよ。うん、藤野選手とは大学が同期で、大学の語学クラスが一緒でして、ね、はい、で、まあ、彼本当にすごい面白い選手ですし、うん、今でもトレーニングジムが一緒だったりとかして、あれですか、JIS の方ですか？あ、JIS の方でもそうですし、森永製菓って会社に今サポートされてるので、はい、そこのアスリート専用のトレーニングジムがあって、うん、まあ、そこにも藤野選手がいて、でそこで交流もありますし、定期的に藤野選手とは食事に行ってるんで、うん、一番仲いいんじゃないかな他の競技。じゃあフェンシングの試合って見られたことあります？フェンシングの試合、あの藤野選手のは見たことないんですけど、うん、それこそトレーニングジムからすぐ近くの体育館で試合があった時に見に行ったことありますね。うん、他はじゃあそのフェンシング藤野選手以外にも他競技で仲良くしてる選手とかいらっしゃいますか？他競技で行くと、まあそこのトレーニングジムにいる柔道の羽賀選手とか、おー、はい、あの選手とかもそうですし、うん、あの僕膝を怪我した時にあのJISに入院してたんですね、半年間ぐらい。その時にいろんな他競技の選手がいて、それこそテニスの伊達さんとかもそこで知り合って、そうだよね。はい、いや、この間じゃああれでしょう、伊達さんがあのジスの、はい、スポーツの怪我した人をズーム飲み会みたいなのやってましたよね。あのやってましたけど、それ僕誘われてないですね。ちょっと伊達さんの中でそれは入ってないかもしれない。これね、あのグランナテルさんのスポーツ界あるあるで、ジスのリハビリセンターで仲良くなるってめちゃめちゃありますよね。めっちゃありますね。だからやっぱ大きな怪我して、はい、あーっと思ってても、うん、やっぱりいろんな怪我して集まってリハビリして復帰しようみたいな、うん、あの中でこう結束が生まれますよね。ねえ、他競技でもそう、年齢性別関係なくみんながそこで怪我のね回復具合の進捗をミーティングしたりしながらみんなで頑張っているっていうのはね、JISってこのナショナルトレーニングセンターっていうのがね、東京の北区にあるんですけどもね、そこでみんながね、はい、あの練習したりリハビリしたり頑張ってるということですけども、めちゃくちゃ質問来てるんですけども、その 3X 以外で先週 あのこのクレイジーアスリート登場していただきました、あのスポーツクライミングの世界チャンピオン楢崎智亜選手からも質問いただいてるんですけれども、はい、どこにありますかね。あ、出てきます。はい、バスケ以外で好きなスポーツ、よく見るスポーツ、これじゃないですか。はい、もう今ライブでお届けしています。ありました。 3x3 以外のスポーツでなんか楽しまれたりしてるスポーツってありますか、自分がプレーするっていう方は。僕本当にバスケ以外できないんですよ。ほう。だから、まあ、一つ言えるとしたら、うん、ダーツはやりますね。へえ、それは何ですか、自分のこの競技に生かすためにっていうことですか。いや、もうこれ完全にリフレッシュのためなんですけど、うん、やっぱ僕でかいですし、的から一番近いですからね。
リーチも長いし、そうそう、有利だろうなと思ってやってるんですけど、まあ、なかなか上手くならないですけど、それはもうリフレッシュで、うん、あの仲間とかとやったりとかして、うん、まあそんなバスケに生きるっていうイメージっていうよりはもう気分転換ですね。なるほどね。まああの、はい、書いてありますよ、シーズン中はハードスケジュールだと思いますが、オフの時のリラックス方法は何ですかっていうの、ノッチさんから、はいはいはい、まあシーズン中本当に結構タフだと思いますし、試合が連戦すればするほど気持ちの切り替えっていう部分も大事になってくると思いますけども、どういうふうにして気持ちだったり体リフレッシュしてますか？これがですね、僕そのさっきも言いましたけど、5人制の B リーグと3人制の 3x3 同時にやってるともうオフがないんですよ。あー、なるほど。なんでその生活に慣れちゃってる部分があって、うん、何かしらこうトレーニングだったり、はい、いろんなことがあるんで、やっぱしかも僕こう途中でバスケをやめてまた戻ってきた身なので、なんか今本当すべてバスケに捧げてるっていうか、うん、オフもバスケのこと考えちゃってますね。だからなんかそれでスイッチ切り替えるっていうよりは、まあその合間に仲間と食事したりとかしますけど、うん、完全なオフがないんで基本的にこうスイッチ入りながら過ごしてる感じですね。自分の性格的にはどうですか？ね、あの結構ポジティブに明るく喋ってくださってますけど、ポジティブなのか、はい、もしくはすごい一人だと実はめちゃくちゃネガティブで落ち込むんですよっていうタイプなのか、どちらでしょう？僕めちゃくちゃポジティブなんですよね。おー、本当に、うん、お前悩みないっしょって言われるぐらいなんですよ。バカキャラみたいになってるんですけど。昨日のインスタグラムのライブもね、ドリアの選手とやられてましたけども、結構いじられてましたもんね。いや、しかもあれ若手ですからね、27歳のやつにどっちとか言って呼び捨てされてますから、結構いじられるんですよ、僕、はい。でもそれがその楽しさだったりがこのプレーに出てくるっていう部分もあるでしょうね。そうですね、やっぱこう 3x3 ってより人前に立つことも多いですし、うん、こう人にアピールしないといけない競技でもあるんで、まずはね、やっぱやってる本人が楽しまないといけないし、楽しんでる姿を見せたいって気持ちありますよね。わかります。いや本当に見てるファンの人たちでもそうだと思うんですけど、やっぱり勝ち負けも大事ですけど、やっぱプレーを楽しんでやってくださってるその姿がやっぱ我々が一番見たい姿かもしれないですね。そうですね、やっぱそれがあのプロとしてエンターテイナーとして一番の仕事っていうか、うん、お届けしないことだと思うんで、やっぱお客さんが楽しんでもらうことですよね、うん、素晴らしい。いやちょっともう質問めっちゃあるんですけど、例えばあの海外挑戦もうコンパクトに言っていいですか？いいですか？海外挑戦海外挑戦考えてますかって。海外挑戦ですか？うん、今は日本人と一緒に戦って海外を倒すことを考えてます。なるほど、日本にやってくる。そうです、外国人選手を、日本の選手と組んで戦って勝つっていうのを今目標にします。いやいいですね、ありがとうございます。これなんかもう一個だけなんかめっちゃ気になる質問があるんですけど、これなんすか、はいはいはい、これ事故物件の詳細が知りたいですって何ですか？いやそれあのインスタライブで、はい、あの結婚しないんすかみたいな話になって、はい、うん、いや俺は事故物件だから無理だよって話をしてただけです。なんかあったんかなと思ったらびっくりした。こんな綺麗な家って思ったんやんか。全然その幽霊出るとかじゃないですから全然。あーということでね、はい、いやもうこれあっという間に時間やってきたんですけれども、はい、もうそんなすぐ終わらなくていいんじゃないスタッフ。いいやんねそんな。なんかあのちょっと自分のスマホに入ってる自分のお気に入りの写真かなんかあります？これですね、今僕の携帯なんですけど、待ち受け、待ち受けで、ね、僕買えないんですよ。なんか泡みたいのが出ちゃってる。何もともとある待ち受けです。いや待ち受けじゃなくて、あのじゃあ写真です。そうですね、じゃなくてちょっと待ってくださいね。若干もう途中から気づいてましたけど、若干天然ですよね。僕めっちゃ天然なんですよ。後輩にいじられるだけありますね、それは。そうなんですよ、だからもうこれ困っちゃってるんですよね、天然を。でもやっぱスニーカーの写真が多いですね。
結局それ自分でこう角度変えながらお気に入りの1枚を撮るんですか。そうなんですよ。しかもこれとか別に SNS に出してないですからね自己満のために綺麗に撮ってますからねやばいですよ、ね、いいね、いいね、そういうマニアックなところです。なんか自分のプレイしてる写真とかって結構送られてくるでしょ DM とかで。ですし、ハッシュタグとかで名前つけてもらって、うん、写真をやっぱアップしてくれるので、うん、僕結構エゴサしますからね。あはいい気になっちゃった。じゃあ今日は今から落合選手ファンの人は DM で、じゃあ今日はいっぱいあなたが撮った今までの落合智也の写真をどんどん送ってください。返事はしなくていいんで、なんかタップでいいねかなんか押してあげてください。わかりました。全然もうどんどん全部いい写真をね、でまたそれを、はい、落合選手の SNS なんかでもなんか使っていただいて、まあ、どんどんまた距離を縮めていただいて、みんなでね、落合選手だったり日本の 3X、 それから5人制バスケットをどんどん盛り上げていっていただければと思いますけれども、なんかあれですよね、告知もあるっていうふうに伺ってますけれども。そうですね、実はちょっと昨日ツイッターでツイートしたりとか、はい、ストーリーに上げたんですけど、はい、ちょっとまあこんな時ですし、ステイホームが続いている中で、うん、まあちょっと僕がね、こう、まあ、オリンピックに出場するっていう目標もそうですけど、この先、はい、3x3 を盛り上げるために、はい、どのようなことをしていけばいいのかなとか、うん、そういうのも込めて、ファンの人たちとこう意見交換の場を設けたいなと思ってて、うん、まあ、それは本当、ちっちゃい子どものことも来てもらって、単純にこういうスキルどうですかとか質問でもいいですし、それが来週の土曜日3時からやろうと思ってるんで、それは Zoom でやろうと思ってます。なるほど。ということは次の土曜日ということは23日。そうですね、23日の土曜日3時に誰でも参加できる Zoom を開催しようと思ってます、うんうん、でもその Zoom に入るためにはどういうアクセス踏めばいいですか。それはまた URL を後々お送りするんで、それを SNS、はい、僕の SNS でもいいですし、うん、まあ、マネジメント会社の SNS で上げていこうと思うので、はい、そこはチェックしてもらいたいなと思います。なるほど。なのでやるのは今度の23時の土曜日のお昼3時から。そうですね、そこでもう本当いろんなことです。今や仕事何されてるのか、どうしていきたいのかっていうのもいいですし、僕のやりたいことに興味持ってるとか、そういう意見交換をしたいなと思ってます。なるほど。ということなので、もう土曜日まで時間も、ね、結構タイトなスケジュールになってますので、ぜひちょっとそういう意見交換しながら、これからの 3X だったり落合選手の応援だったり、バスケ界を盛り上げるためのいろんな意見交換が、ね、できるその場所を設けてくださってますので、落合選手の SNS、 Twitter とか Instagram の方を結構まめにチェックしていただければね、この情報、土曜日の情報が届くと思いますので、皆さんチェックしてみてください。さあ、ということで本当にお忙しい時間ありがとうございましたですけれども、いやいや、はい、改めて来年に延期になりました東京2020大会に向けて意気込みだったり強い決意なんかをね、皆さんに聞かせてもらいたいのを色紙に書いていただいたと思うんですけれど、はい、そちらをお見せいただけますでしょうか。まず、はい、じゃあこちらですね。はいはい、3x3 をメジャーに。これ、まあ、本当に来年の東京オリンピックに日本代表に選ばれて金メダルを目指すこともそうなんですけど、やっぱ僕そこが最大の目標であって終わりではないので、はい、その先のパリオリンピック、ロサンゼルスオリンピックを目指したいですし、はい、なおかつやっぱこの競技を自分が第一人者として引っ張ってきた責任と自信がありますので、はい、これをね、向けて、将来的にも子供たちにこの 3x3 を教えていくようなスクールとかもやっていきたいなと思ってるので、うん、ぜひぜひ、この 3x3 を今日初めて見たって方もいると思うんで、試合が始まったら見に来てほしいなと思いますね。はい。いや、もうなんかいろんなメディアにも、コーチ選手、いろいろ登場していただいて、この 3x の魅力を伝えていただいてると思いますけれども、この自粛期間中、はい、どうですか？まあ、先ほども自分の性格ポジティブだとおっしゃってましたけども、ポジティブに捉えられて、そして来年に向けてメダルなんかも距離感的にはどう感じてますか？いや、もう本当にここのステイホームっていうのは仕方ないことだと思いますし、うん、
それ僕だけじゃなくて皆さん我慢してることなので、まあ、これをしっかりね、みんなで乗り越えて、東京オリンピックが無事開催されたら、もう絶対に金メダルを目指してやっていきたいと思いますし、そのメダルを狙える可能性っていうのは十分あると思うので、ぜひ皆さんに期待してほしいですよね。先日も日本代表の強化合宿参加されてましたよね。そうですね。で、代表の合宿も今はまだ未定なんですけど、まあこう、世界的に落ち着いてきたら代表合宿も始まっていくので、でまだ日本代表が選ばれてないので、まずは代表に選出されて、そこからメダルを選ばれる、メダルを取るためにチームで頑張っていきたいと思います、ね。僕、人気選手っていうのは人の気を集めて、その気を集めたものを発散させてアドレナリンになって力になってプレーに反映されるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、落合選手がこう今なんかでもね、こういう自粛期間中も SNS なども使っていろんなことを発信されてるじゃないですか。本当に、はい、ファンの方の気持ちになって活動されてる姿っていうのはその力になっていくんじゃないかなというふうに感じてます。本当に今でしかできないことだと思うので、これがやっぱシーズン中だと難しくなってきますし、はい、そういうのを逆にね、こう自分ができることもそうですし、皆さんとこう楽しいことを作り上げていきたいって気持ちが強いので、うん、もう僕自身もこう皆さんから元気もらってますし、そこは大事にしていきたいですよね。うん、支えは何ですかっていう質問をしたかったですけど、落合智也を支えるっていうのは落合智也を応援する人だったり 3X を愛する人だったりバスケットボールを愛する人が落合選手の力になってる、そんなことをなんか感じられましたよ。いや、もうまさにそうです。本当にその人たちのために今プレーしてますね。自分のためだけじゃないです。はい、なるほど。いやー、本当に強烈なプロ意識感じますよ。ありがとうございます。ぜひ、今日ご覧になっていただいた 3X のファンの方だったり、バスケのファンだったり、また落合選手のファンだったり、そして今日初めて 3X の距離感を感じたとか、落合選手を近くに感じたという方いらっしゃると思いますので、改めてご覧いただいた方に一言メッセージ届けていただけますか。はい、先ほども言いましたけど、今本当に我慢の時間がすごい続いていると思います。友達と遊べなかったり、買い物に行けなかったり、好きなことができないと思うんですけど、もう少しね、こうみんなで我慢してこの危機を乗り越えたら楽しいことが待ってると思うので、でぜひもう僕の試合が始まったら皆さんを楽しませるので、会場に来て一緒に楽しんでいきましょう。はい、ということで、今日は忙しい中、自粛生活もある中でね、ご協力いただきまして、ご出演いただきましてありがとうございました。いやー、今日のこの1時間で 3X の会場行きたい、東京2020大会が楽しみだっていう方が結構増えたんじゃないかなと思いますので、ぜひこれからの活躍も期待してます。ありがとうございます。はい、楽しかったです。ぜひまたどこかで藤野君も交えてお食事でもしましょう。ぜひぜひ、はい、行きましょう。お願いします。はい、ということで落合選手ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで三井不動産プレゼンツクレイジーアスリート、今週もお楽しみいただけましたでしょうか。改めて今日はですね、 3X3 のバスケットボールを 3X3 のバスケットボール日本代表落合智也選手に来ていただきました。そして来週の土日、もうすぐ決まりますよ、もうすぐ発表できますからね、どんなアスリートが登場するのでしょうか。来週末もぜひお付き合いいただければと思います。皆さん素敵な週末お過ごしください。ありがとうございました。